中に切り込んでシュート来た、林のシュート、そして狙ってきました、そのゴール。斉藤龍二が動き回ってますが、狙いは手前です。おお、あ、フレックしてきた、中村亮太、いや合わせましたね、手前で素晴らしいですね。先制は、うん、青いブラウンブリッツ秋田です。サダムスレイ選手がストーンとして一番こう来そうなところで石になってるんですけど、はい、その手前ですよね、その前に出てきましたよね、はい、やっぱりここで弾かれるとチャンスをゴールにつなげられないんですけど、はい、もそうでしたが、さっさ長崎、あの澤田の間で受ける動き、ポジション取りというのはいいですね。クレイソンからトクラ、トクラチャンスだ、トクラ、長崎先制。先に見て左足で流し込みました。この外し方が見事だったと思います。でこの画面に映ってないところのトクラの最終ラインの駆け引きも上手でしたし、まあ、しっかりこう顔を上げる時間も作りましたし、最後はインサイドでうまく流し込みました。見事なゴールですね。いきます。ここも少しちらりと見ましたが、地上でパスを繰り出して増山、中にサムエル、待つそのサムエル、奥から来た、最後飛び込んでいきました中川。まず先手を取ったのがプレーオフ圏内射程に捉えました大分です。少しこう頭上を越えていくような、まあ、よくこうトップの選手を越えたところをよく狙えって言うんですけども、はい、そこをしっかり中川選手狙ってましたね。非常にいいタイミングでフリーで入ってきてますから。さあここでまた水戸が持ちます。椿入ってますね。高岸がここ右足のシュートが決まった。一瞬の隙を見た杉浦、右足一閃、先制は水戸ホーリーホークということになりました。このパスも非常に良かったですし、はい、まあ、奪ってからこうシンプルですけども一つ二つでどこから確率が高いところを狙っていくからそれをよく見てましたし、まあ、右に張った杉浦選手も落ち着いて逆サイドを流し込むというところも、まあ、水戸がこうハイプレッシャーの中から奪って、まあ、うまく誘い込んでこのゴールまでとしては追加点は大きなものになります。時間帯左足ここですね、ダイレクトでシュートに行く、そして持ったところ、ここゴールはどうか、決まったという判定、オフサイドはありません、追加点は水戸。が一枚上手だったなと、まあ、これも先に右足の選手が越えることによって仙台のディフェンスラインを下げて、まあ、左足で蹴ったことによってフリーを作り出すというところでスカウティング通りだったのかなと思いますし、まあ、43番の鈴木選手が一度打つことによって土木選手のところをフリーにしましたし、まあ、仙台も引いた中でディフェンスラインを上げるまでには至らずというところでオフサイドもなかったのかな。決めました。中山今シーズン13ゴール目、1点差に追い上げた PK での得点、2対1となりました。まあ、キーパーを多分この半目でおそらく見ながら、まあ、自分がある程度決めながらっていうところも含めて最後決め切りましたけども、まあ、落ち着いてますよね。小西選手がついてるかな。低いボール、このボールはクリスティアーノの頭、クリスティアーノ J 初ゴールで岩手が先制しましたかなと思ったんですけど、はい、中かったんですかね。もう完全にフリーな状況の中で、いやこの叩きつけ内側追い越した藤田、この関係あいいですね。小西田ふわっと浮かしてディサロサルの動き出しと小西選手のこの左足の精度があれば、はい、まあ、こういった
山崎から藤田、ここ出てくればサイドバック空きますんで、斜めのパス、樺山からワンタッチ、少しディサロだ、中を見てシュート、チアゴアウベス6ゴール目です。山形岩手の選手の前に出てくると、で多分前に出てくるだけじゃなくて ちょっと体当てて、はい、中央頭だ、防いだ、このシュート決まった、山崎が叩き込みました、山形3対1。一回弾き出したんですけど、はい、ちょっとこう弾き出したところに山崎選手わざとこうやってわざとと言いますか、この叩きつける、はい、これよく見えますね。ディサロが寄せます、ボールを奪った、切り返してディサロ、今日2ゴール目、山形4対1差を広げています。難しくなかったですかね。選手もトップの位置入りに行きますよね、ここで。そうですね、今小川と伊藤が並ぶ格好さ、技に入る、またクロス、岡田、横浜 FC 先制です。前半の32分、クロスに合わせた小川、今シーズン19得点目。いやー、この辺引き当たってマイナスに行ったところなんですが、でも小川選手のこの嗅覚ですよね、ここでキーパーの前ではなく、ちょっと前選手の背後にいながらボールがここだったら触れるっていうところにポジション取ってますし、まあ、それをねしっかり枠に収めて、浮かせたボールファーで菊池、中村拓海、キーパーへ、あーと、こぼれて詰める、山口同点ゴール、鳴岡、横浜 FC は自ら失点です。鳴岡加入後初ゴール、相手のミスをつきました。試合は振り出しです。ちょっと不用意でしたね、多分右足を切られたことで、外側を切られたことで内側向いて、多分一瞬鳴岡選手のことも見えたので、パススピード上がったと思うんですよね、この中村選手。ちょっと、ま、で速いボールだったの、疲れた横浜 FC、 ここは勝ち越しのチャンス。伊藤はデータを見ると失敗も2つあります。伊藤決めていきました、横浜 FC 勝ち越し1対2。ここは冷静に流し込んでいきました、間に合ってるけれども、その下ですかね、そうですね、まあ、速いボールをね、低いボール蹴り込んだので、キーパーセーブしにくかったですし、の中での合わせるところですよね。さあ来ました、前にスペースがある、山下スルーパスを狙う、いい小川、素晴らしい、流し込んでいきました、今日2ゴール、1対3、横浜 FC がリードを広げていきます。いや、そのやはりね、前がかりになる山口のラインをうまくですが、回転でね、内巻きで丁寧に送りましたし、ここもトラップせずにキーパーを見れる余裕もありましたし、上げていく、ボールは流れる、橋本、理解し、こぼれてシュートだ、梅木1点返した、1点差、81分、山口も追いつかります。ゴール前のこぼれ球、梅木が詰めていきました、まあ、ここもうまくマイナスに残して、最後こぼれてきたところよく決めましたし、もうこの一連の流れの前も横浜 FC のカウンターになりかけたと、佐藤から右の高木、中央へヘリング、沼田、さらにシュートだ、同点、追いつきました、最後は鳴岡、86分、3対3、試合はまたしても振り出しです。ね、まあ、ここも非常に難しいですよね、近くから至近距離から来たボール、
っかり、ね、枠に収めてこの技術の高さですよね、鳴岡選手の。そうですと間に白井が落ちてきたりするんですが、はい、今日は前で待ってますね。そうですね、あまりこうプレッシャーをそこまで感じていないと思うので、はい、もう少し強いプレッシャーを感じる場合は、あ、ね、さあ縦に抜けた杉森、中に入ってくるシュート、今日も決めた。先制徳島、縦パスから抜け出した杉森航輝、2試合ぶりのゴール、今シーズン4点目、キャリアハイ更新。取って、はい、前田さん来ましたけども、彼の前に体を入れたことで、まあ、突破することができましたし、ここですよね、前に入って、あとは体を、まあ、逆方向に向けながら来ながら、あとは周りの選手を生かしていくようなポジションというところを取ってますね。杉本から縦につないで、左の西谷得意のポジション、西谷仕掛けて中に切り込んでシュート来た。追加点を挙げました徳島、前半40分、西谷和樹23試合ぶりのゴールが生まれました。と、まあ、タイミングというのも良かったですし、まあ、少しブレてるような感じでしたかね、中に切り込んで、まあ、このボールは金沢、小野原は左へ、長峰足元収まります、低いクロス、ゴール前、豊田のシュート、マテンスの手を競り抜けた、先制金沢、久しぶりの豊コンタ、金沢先制1対0。クロスの精度も非常に高かったんで、まあ、あとはこうフォアに流れていってる豊田選手がいい動き出して、まあ、シュートね、ちょっと力なかったかもしれないですけどね、うまくバウンド滑らせて、ま、ゴールキーパーマテンス選手ね、こうタイミングをずらすというか、処理しづらいボールで、ね、シュートをうまく決めましたので、川村のところに佐藤亮が、前線攻撃力のあるところ、フレッシュな選手が入ってきました。さあそして堀田、自ら仕掛けるか、仕掛けてエリアの中こぼれてきて、石浦、さあこのボールは回し込んだ、同点、ベルギー追いついた。変わって入った佐藤選手ですね、今シーズン11点目、監督の起用に応えます佐藤亮が。だけれどもしっかりそのこぼれもね、佐藤選手狙ってましたし、まあ、こっちチーム全体で、ね、押し込むっていう最後強い気持ちで、ね、持ってた1点ですよね。佐藤の前は2点ですもんね、代わって入った2人がもう一度、うん、さあ高い位置で杉浦恭平、前を向く杉浦恭平から林のシュート、金沢追加点、正道、2桁得点、今シーズン10点目、再びリードを広げます。で林選手も、ね、ここで一旦動き変えるんですよね、相手の稲穂のスペース見つけて、しっかりスペースあるところを作ってワンタッチのシュートなので、ここもね、2トップの関係が非常に良くて、杉浦選手もこう引きつけるだけ引きつける、林選手は相手のスペース見つけてそこにしっかり入っていく、で最後もう流し込むような、ね、シュート、逆サイドに素晴らしい綺麗な森、縦に仕掛けて上げてくる、高いボールになりましたが、宮崎つないで大島、矢野出し伸ばす、コントロール、矢野のシュート、ーホーム栃木先制26分。いやここはやっぱりこう高さある3枚が中にいますから、こういうシーンというのは増えますし、まあ、矢野選手 もう足元に収まった後ですよね、キックフェイント入れながら、まあ、ボールをずらしながら、細貝決めました。素晴らしいコースに素晴らしいボール、スピードで決め切りましたね、はい、まあ、そしてここで試合終了の笛、入れ替われればというところですか。三島前向いて杉山、中へ坂本、坂本パス抜けてきた、高橋、シーズン12点目、背番号9高橋俊樹、ホームロアッソ熊本先制です、1対0。素晴らしかったですね、はい、もう本当にね、高橋選手運動量がロングスローを入れる構えです。今
今ボールが入ってきました。セカンドシュートへ、おお、コスを叩きました。そしてもう一度追い込んだ、高岩先制、岡山。それに対してしっかりとこう田中選手がね詰めていましたね。まあ、河合のシュートがこれポストに当たったんですが反応早かったですね。そうですね、まあ、一度福井選手も触ったと思うんですけど、いや守備のところで本当よく走ってるなという感じはしますね。はい、さあ中央入りますミッチェルデューク、そして狙ってきました、そのゴール、まあ、落としも丁寧でしたし、はい、しっかりこうゴールを見てニアサイド、キーパーの位置を見てしっかり蹴り込んでいきましたね。